お元気ですか、ボクシミです。今回は東京ヤクルトヒストリー2回目の、開封動画、今度は後編のね、8袋目でございます。一つね、終わりがございます。前編の方でね、後編はね8袋っていうところをね間違えてですね、6袋って言ってしまいました。深くお詫び申し上げます。で改めてね、8袋やっていきたいと思います。まずは後編の1袋目でございます。若松勉外野手でございます。村中恭平投手でございます。で、川端慎吾内野手でございます。雄平、外野手でございます。で、懐かしい選手いますね、小町の慎二内野手でございます。2袋目でございます。ラミレス外野手でございます。石山大志投手でございます。渡辺進内野手でございます。球団創立20年目の初優勝たすきのカードでございます。で、広沢克己内野手でございます。で、3袋目でございます。で、栗山英樹外野手、現在はね日本代表監督でございます。石井博俊投手でございます。で、353勝を挙げた金田正一投手のカードでございます。で、田中博康内野手でございます。で、福富邦夫外野手でございます。で、3袋目でございます。伊藤智仁投手でございます。飯原靖外野手でございます。山部太投手でございます。宮出、これは龍二外野手でございます。佐藤真一外野手でございます。これ北海道出身でございます。5袋目でございます。稲葉敦則外野手、現在はね北海道日本ハムファイターズの GM でございます。チームは低迷も人気を博した80年代のカードでございます。で、内藤康之投手ですね、ギャオスというねニックネームでございました。杉村徹外野手でございます。隅藤代内野手でございます。6袋目でございます。野村克也監督のした黄金時代を築く時の、カードでございます。八重樫幸雄捕手でございます。で、こちらですね、土橋克幸内野手の、カードでございます。松本雄一外野手でございます。元ねブラジル代表の4番でした。宮本賢治投手でございます。7袋目でございます。こちら小川康弘投手でございます。で、岩村明憲内野手でございます。で、これ飯田哲也外野手の、ね、カードでございます。
西哲夫投手でございます。清水昇投手でございます。でラストのね、8袋目でございます。で、吉則投手でございます。古田敦也、捕手でございます。で、小川康弘捕手でございます。岡林陽一、投手でございます。で最後は産経アトムズヤクルトと球団名が変換した時の、カードとなっております。はい、以上で東京ヤクルトヒストリー2回目の開封動画、後編を終わりたいと思います。またね、こういったお金があればまた開封、こういった開封動画をやっていきますのでよろしくお願いいたします。またね、また最近買いましたのでね、これでね、1回目はね、とりあえず最後、これで最後かと思います。またね、次ね、来週あたりにね、もう1回ね、もう1回か2回ね、やっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。